自衛隊と米軍、フィリピン軍の陸上部隊同士の防衛協力を図る日米非陸軍主ハイレベル懇談が11日、朝霞駐屯地、東京都練馬区などで開かれた。陸上自衛隊トップの吉田義秀陸,陸上幕僚長らが出席。連携強化で一致し、毎年同様の懇談を開くことで合意した。吉田氏は記者会見で力による一方的な現状変更を認めず、 国際秩序を維持する起爆剤になる、と述べた。3カ国によるこうした混談は初開催。日米には、中国が東シナ海や南シナ海への海洋進出を強めているのを踏まえ、フィリピンを交えた連携関係を強めたい狙いがあるとみられる。